アーキーの沖縄日本全国無料訪問ライブについてお知らせいたします。<music> はい、さあ皆さんこんにちは。アーキーです。えー、本日の動画は、えー、過去にも投稿はしておりますが、ま、改めまして、 アーキーの沖縄日本全国ウクレレ弾き方に無料訪問ライブについてお知らせいたします。えー、この、えー、イベントもこの企画ですかね、えー、はまあ、自分自身が、えー、福祉施設で働きながら、えー、ウクレレと出会い、そしてまた、えー、音楽の持つ力というものを感じまして、 でいつか自分自身もそういった、えー、自分がくれる日語りをして、まあ、いろんなところにお伺いをして、えー、笑顔にすることができればいいなということで、えー、始めた企画でございます。過去にもね福祉施設の方は訪問、えー、ライブさせてもらったんですが今回から気持ちを改めて、えー、タイトルで「えー、アーキーの 沖縄日本全国ウクレレ弾き語り無料訪問ライブということで、えー、改めてスタートしていきたいなと思っております。はい。で、このウクレレ弾き語り無料訪問ライブに関してなんですが、まあ、タイトルにありますように、えー、無料でお伺いしたいなと思っております、えー。沖縄県はもちろん日本全国も無料でお伺いしようかなと思っております。 えー、ただ、えー、沖縄県に関しては、まあ、離島に関してはですねちょっと厳しくなるんですが沖縄本島内であれば、えっと、車で行ける場所に関しては、えー、予約というか、えー、来てほしいなってご連絡をもらった後に、えー、調整をさせてもらっていついつお伺いしますよということを決めて、まあ、最短でも1ヶ月後ぐらいには行けるかなと思っております。 ただ、まあ、離島だったり、あと日本全国、えこちらの方に関しては、どうしても飛行機だったりとか、えーまあ、離島だったら船とかですかね、とか、えー、そうなってくると、なかなかすぐ行けなくない、行けなくな、行けない場合があります。すみません、噛んでしまいました、えー。なかなかその旅費だったりとか、そういったところもね、えー、できれば自分で負担したいなと思っていますので、まあ、その準備期間、準備だったりとか、が測ってきますので、ちょっとすぐにお伺いできないので、えー、そこの方はご了承 ください、えー、予約からどれくらい行けるかというものに関しては、まあ、今自分自身がこういった無料訪問できるようにねちょっと貯金とかを、えー、少しずつやっておりますが、まあ、正直今のところ、えー、すぐに行けるというような、えー、余裕がない状態でございます恥ずかしいことでございますが、えー、ただですねえー、っと今後も少しずつねそういった今別の方で、えー、この UHHP チャンネルってところの方でね、えっと、将来的にまあ起業をしたいなということで、まあ、お金の勉強とかもしておりますの、ね、で、しておりますので、まあ、少しずつね、えー、そういった県外にも行けるような準備をしていきたいなと思っております。えー、なので、改めまして説明しますと、沖縄本島内であれば、大体1ヶ月後。 にお伺いできるかなと思っております。で、離島と、えー、日本全国に関しては、えー、少しお時間を頂戴する流れとなります。で、ここでちょっと新しくまあ、前回の動画になかったことではあるんですが、えー、日本全国に関してなんですが、えっ、ー、と今年はちょっと、えー、行くのはやめようかなと思っております。えー、それがですね、もう今回ますの世の中のコロナかというね、コロナの えー、やっぱり感染状況とかの方が増えたり減ったりってところなんですが、えー、と自分自身もね福祉施設で働いている身なので、まあ、なかなかその県外に行くとなるとやっぱ何ヶ月間前にちょっとね調整とか入ってくるんですがやはりちょっとなかなかね地元を だからわかる状況といえば県外だとなかなかしっかりわかんないこともあったりするので一旦今,、えっと、今年2022年に関しては日本全国の訪問ライブはちょっとなしにさせてもらって、まあ、2023年から、えっと、日本全国行ける方向で、えー、行けたらいいなと思っております、えー、沖縄本島内は、えっと、もうすぐスタートしていくんですがもちろんこちらの方もコロナの状況を見ながら、えー、中止だったり延期だったりとかという形で、えー、状況を見ながら行 なっってていいきたいと思っておりますで、えーとまあ、離島に関してはですねすもしかしたら調整ができるからなっていうところもあるのでもし離島からもお声があれば、えー、調整させてもらいたいなと思っておりますが、えー、とりあえず日本全国に関しては、えー、一旦、えー、今年の、えー、開催に関しては延期とさせてもらって、えー、2023年行けるように。えー 準備できたらいいなと思っております。コロナが、ね、少しでも就職できた就職していけたらいいなと思っておりますがまだまだね、えっと、コロナで困っている人たちとかね対等を崩されている方もいらっしゃるのでそこの配慮を、ね、ちょっと少しでもいいのでできる限りやっていこうかなと思っております。 そして、ウクレレ無料訪問ライブの内容なんですが、だいたい15分から30分、まあ、多くて1時間以内のウクレレの訪問、ウクレレの日語りのライブをしていこうと思っております。機材に関しては、マイクとアンプの方は持ってますので、まあ、少しちっちゃいものではございますが、まあ 場所によっては大体多分できるかなと思っている内容です。まあ、そちらの方もね、ぜひ、えー、受付予約の際にいろいろ調整させてもらったらなと、打ち合わせさせてもらったらなと思っております。で、えー、歌う曲の内容なんですが、まあ、事前に打ち合わせをした際に、まあ、そちらの事業所のね、 えーまあ、お子さんだったりおじいちゃんおばあちゃんだったり、まあ、障害を持った方たちだったりとか、えー、いろんな、えー、場面があると思いますのでそこにね今回と音楽を、えー、伝えていく方たちの好きな曲というのを教えてもらいながらその曲を中心としたセットリストを、えー、作っていこうかなと思っておりますでその曲に関してもこの曲でいいですかということで、えー、セットリストもね、えー、そちらの職員さんだったりとか、えー、と打ち合わせの時に、えー、と説明をさせてもらってご相談させてもらおうかなと思って ておりますので、えー、よろしくお願いいたしますそして、えー、今回その無料訪問ライブに関してなんですが、えー、初めてお伺いした際に、えー、ウクレレのプレゼントを予定しております、えー、初めてお伺いしたというものはですねまあ、一度呼んでいただいた後もですねまあ、2回3回いらなく呼んでもらいたいなということなんですが このえっと一つの場所に行った時の1回目、初回の、えー、訪問の時はですね、こういったウクレレ、えー、の方をプレゼント。ウクレレと、えー、チューナー、チューニングのこういったですね、チューナーと、あと、これちょっと自分の手作りではございますが、えー、アーキーと一緒にウクレレ入門初心者、えー、シートという練習シートみたいなものを作りましたので、まあ これでですね、あの自分の今この見てもらっている「アキアズ・ウクレレ・ライフ」こちらの方に載せてあるレッスン動画が少し何曲か抜粋したものを載せております。えーこう QR コードも載せておりますので、ぜひ、えー、読み取ってもらって、動画を見ながら一緒にウクレレをね、練習してもらって、えー、職員さんだったり、そこに通われている、えっ、ー、と、利用者さんだったり、患者さんだったり、あとは父ちちのお子さんだったりとか、そういった方にウクレレを触ってもらうきっかけになればいいなということで、紹、え、介、ー、の方は、えっ、ー、と、こちらの方でね、ちょっとウクレレは選ばせてもらって、まあ、えー、新品だったり、もし状況によって中古の可能性もあるかもしれませんが、えー、まあ、使える、えー ウクレレ入門としては自分の方の判断で問題ないかなというね、ウクレレをプレゼントさせていただきたいなと思いますので、ぜひ、えー、ウクレレをね、楽しめるような、えー、環境になってもらって、皆さんの笑顔につながればいいなと思っておりますので、えー、ぜひ、こっちの方も楽しみにしていてください。 はい、最後になりましたが、えー、このウクレレ、えー、無料訪問ライブの、まあ、予約の仕方といいますか、えー、の方法についてはですね、えー、今見てもらってる、えー、YouTube の概要欄の方に、まあ アーキーのウェブサイトというものがありまして、そちらの方に、えっと、またね、えっと、状況によってはしっかり完成しているわけではなくて、自分と試行錯誤がいろいろ、えー、ちょっと変更変更をかけている、えー、ホームページみたいな内容になりますが、そちらの方にですね、えー、インスタグラム、ツイッターなどのところ連絡先が、えー、連絡先の、えっと、サイトがあります。インスタ、ツイッターの方でね、えー、DM で送っていただいて、えー これますかでまたまあ、自分自身のことを、ね、知ってる方、えっと、職員仕事のつながりだったりとかプライベートでつながってる方も何名かいらっしゃいますが、えー、そういった方はですね連絡先を知ってる方は電話をしてもらったりとか、えー、LINE をしてもらったりということでも全然大丈夫ですので、えー 自分のことね、連絡先わからない方は、インスタ、ツイッターの DM を利用してもらって、わかる方は電話だったりとか、えー、LINE の方を使ってもらって、えー、教えてもらえたらなと思います。で、えー、っと、まあ、DM とかでね、送ってもらった後に、えー、LINE とかね、そういったと連絡がしやすいものをね、ちょっと使わせてもらって、やり取りをしていこうかなと思っております。 で、えー、ここでちょっとお願いがあるんですが、えー、この無料訪問ライブに関して、えー、可能な限りちょっと、えー、自分自身の,そのパフォーマンスというものを撮影させてもらって、えー、YouTube の方だったりとかインスタ Twitter の方にちょっと上げさせてもらおうかなと思っております。 えー、事業署名だったりとか、まあ、そちらの、ね、会場の雰囲気だったりとか、えー、そういったものを撮影させてもらおうかなと思っておりますが、まあ、ちょっと状況によってね、えー、っと事業署名を伏せてほしいですとか、でま、個人情報の兼ね合いもありますので、ね、ありますのでまあ お子さんだったりとか、えー、と利用者さんだったり、患者さんなので顔を出さないでくださいということもあるかと思いますので、えーと、遠慮なくお知らせしてください、えー。できればですね、可能な限りのところでいくと、自分自身が、えー、歌っている とところの絵としほ、まあ、他にお客さんとかねそういった方が映らない状況での場所での学内に収まるような撮影ができればそこだけもしよければお願いしたいなと思っておりますのでそちらの方もですね受付の際事前打ち合わせの際にですねお話しさせてもらおうかなと思ってますのでよろしくお願いいたします。 はい、というわけで、2022年4月、えー、今月から、えー、アーキーの沖縄日本全国ウクレレ弾き方に無料訪問ライブをね、スタートしていこうと思っております。まあこれがね、毎月できるのか、何ヶ月一回なのか、まあ、 このコロナの関連もありますので、半年だったりとか、1年に1回なのか、えー、分かりませんが、まあ、自分がね、まあ、できる限り、えー、続けていきたいなと思っております。まあ、目標は、えー、沖縄含め、日本全国47都道府県、ね、全ての、えー、都道府県に回ることができればいいなと思っていますし、まあ、処理でも多く、ね、たくさんの方に、えー、出会えたらいいなと思っております。まあ、一度、ね、お伺いした、えー、都道府県、えー、必ずね、 一つの件で一事業所しか行けないというわけではなくて、えー、いろんな場所に行かさせてもらって、で一度呼んでいただいたところも、えー、全然何度も呼んでもらえても、えー、全然助かりますので、えー、ぜひお声かけください。そして、 えー、このね、どうしても移動費も医費の方がどうしてもお金がかかってしまいます。えー、もし応援していただける方いらっしゃいましたら、えー、YouTube チャンネル登録、a k i ズ s レレれ l i のチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。そして応援したいなという方チャンネル登録と、そしていいねボタンなど押してもらえたらとても助かります。えー、チャンネル登録で、ね、1000名いって、再生回数、えー、時間の方に、えー、この収益化、えー、見事クリアすることができましたら、この、えー、訪問ライブのね、 旅費などに、えー、皆さんの映画につながるような仕組みとして使っていきたいなと思いますので是非是非皆様のお力添えよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。今後ともよろしくお願いいたします。それではまたね